こんにちは、カズネーです。ロシアによるウクライナ侵攻からもうすぐ1ヶ月になろうとしております。連日ニュースなどでもね、凄惨な状況がちょっと伝えられておりますが、同じね、地球に住んでる中で起こってるのかと思うと本当にまだ信じられないような様子なんですけど、もう一刻も早くね、この戦争をやめていただきたいって。でもやっぱりその場にいない私たちから見ると人ごとみたいなところがちょっとあったと思うんですよ。ところが先日、人ごとでは済まされないということに気がつきました。それは何かというと、光熱費の値上がりです。先日通帳記帳しに行った時に気づいたんですけど、電気料金がものすごい勢いで上がってたんですね。ほぼ倍でした。何に使ったんだろうと思って慌ててちょっとパパに調べてもらったんですね。で、今電気料金ってこれ通知がポストに入ってたりしないんですよね。全部メールで来たりします。なので私は直接確認することができないんですね。パパのメールを見るかプリントアウトとかしてもらわない限り電気料金の把握をすることができなかったんですね。あまりにも驚いて調べてもらって、パパなんてとうとう分からなくて、電力会社の方に電話を入れてしまったくらい分からなかったんですね。で、調べましたところ、全ての原因はロシア侵攻ということになりました。これが侵攻が始まった2月24日からではなくて、ロシア侵攻の始まる1ヶ月以上前からと電気料金値上がりしていたんですね。正直気がつきませんでした。ここで今日は我が家の家計簿からどのぐらい値上がりしたのかをお伝えしたいと思います。値上がりをする前の2021年12月のデータですね。とこちらですと、使用量が 131kW に対して請求額が、ね、3759円というふうになってたんです。ところがその次の1ヶ月後、2022年1月の請求が、使用量もちょっと上がってはいるんですよ。 177kW に対して6833円、突然の値上がりです。2022年2月こちらもね、 201kW 使ってて7554円です。もうね、普段だったらこの金額考えられないんですよね。で、なんでこんなに上がったのかなと思って調べましたら、こういうものが来ました。電気料金の高騰についてということでお知らせが、ホームページ上に公開されておりました。我が家の電気の契約なんですが、いわゆる大手の電力会社さんではありません。電力の自由化によってできた新電力会社さんから電気をね、買わせていただいてるんですけど、そのね、会社さんからの通知になります。これによりますと、2021年1月、1年以上前の話なんですよ。この時に、もう電力の取引価格が一時的に高騰してるんだそうです。これが2022年1月と2月に関しても燃料費とかこの電力取引価格が一時的に高騰しているということです。この値段を決めているのが日本卸電力取引所、通称 JEPX という機関で取り扱っております。株式の取引所の電力バージョンだというふうに考えるのが一番簡単かなというふうに思います。これを通している新電力会社さんは私のように突然の値上がりを強いられているということになります。原因はコロナ禍においけるエネルギーの高騰、これが去年の高騰につながっているようですね。で、今の値上がりはロシアとね、ウクライナの情勢のことで高騰して電力の取引価格も上昇しているというふうになります。使用量とこの電気料金、電力量が値段上がったわけではないんですね。そこで先ほどの貯金3ヶ月の電気量の内訳をこれから公表したいと思います。はい、こちらです。で、今回注目していただきたいのがこの色のオレンジ色になっているところですね。電力調達調整費、先ほどお話しさせていただいた JEPX の取引の値から計算された価格になります。なんか赤字で書いておいたんですけど、ものすごい勢いで値上がりしているところがございます。再エネ発電賦課金というものがこの下にあるんですけど、この取引をするための必要経費だというふうに考えていただくと分かりやすいかなというふうに思います。電力が不足して取り合いになると、それだけ経費もいろいろかかってくるっていうことで、
まあ大体比例して上がるものだそうです。これがロシア侵攻によって急激にね、石油やガスの供給が不安定になったために、皆さん不安定になったらこう貯めておきたいじゃないですか。老後に備えて貯金してるのと同じなんですよ。不安になるとみんな貯めるんですよ。だからこそ値上がりしちゃうんですね。ガソリンの価格もこれと同じような取引があって、1リッター175円ぐらいになりましたかね。結構高くなってると思います。で、先ほどちょっとね1ヶ月前とかの新聞とかも見たんですけど、よくよく見たら1月ぐらいからやはりロシアとウクライナの情勢っていうのはかなり不安定な状態だったんですね。これで燃料費が急に高騰して電力の価格にも響いてきたということになります。我が家の場合は新電力会社だから確かにこういう大きな波に当たるんですね。では今から大手に切り替えた場合どうなるかと言いますと、あんまり変わりません。なぜかというと、電力を作るためのエネルギー、石油やガスを使って電力を作っているわけで、結局使っているエネルギーは同じなんですよ。太陽光発電って最近流行ってきたとはいえ全然主流じゃないんですよ。石油やガスに頼った電力を作るしかない状態なんですね。一応大手さんですと電気料金がどのぐらい変わるかっていうシミュレーションがパソコン上でできるんですよね。それでやってみたんですけど、あんまり変わらなくて、我が家でも1000円変わらなかったんですよ。でましてやうちの電力会社さん、火薬金が発生してしまう会社だったんですね。火薬金が約1万円かかるということで、変えるのにも本当悩んでしまうんですけど、先日パパとこのことで相談をして決めたことが、シミュレーションの金額と実際に我が家で払っている電気料金の差が合計で1万円を超えたら電力会社さん変えましょうっていうことになりました。今回のロシア侵攻というのがどのくらいで収まるのかっていうのがわからない以上、下手に動くことはできないんですが、電力会社さんをどのようにして選ぶかということを考えさせられるいいきっかけになったかなというふうには思っております。ロシア侵攻にかかわらず、最近どんなものでも値上がりしている傾向があると思うんですよね。光熱費だけではなくて、最近ですと小麦粉や油なんかもね、主に値上がりしている食品かなというふうに思うんですけど、もうどんどん値上がりするのが当たり前の時代になってしまいました。なので電気料金にかかわらず、自分たちの生活で無駄をなくす努力をするっていうことも大事かなというふうに思います。我が家ですと現在食品ロスをしないように賞味期限等に気をつけて買い物をしたりとか、あと生ゴミですね、動画にはしてないんですけど、実は生ゴミをコンポスト化してるんですね。段ボールでコンポストできるんですけど、こちらを使って燃えるゴミをね少しでも減らそうっていうふうに考えております。この燃えるゴミのね処分に石油やガスが使われていて、そのせいか我が家はこの4月からゴミ袋の料金が150円から200円に値上がりします。もう本当にね、あの家計を預かる身としては頭の痛い日々が続いております。今のこの電力の値上がりや食料の値上がりというのが全てロシア侵攻が原因だとは言いたくはないんですよ。でも大きなきっかけになってしまったことは事実だと思います。一刻も早くこの事態が収束し、世の中の人が平和に暮らせる世界になることを願って、今日の動画を終わりにしたいと思います。